の好きな色は何ですか。でもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。こんばんは。こんばんはじゃないな無意識にこんばんはでした。こんにちは、おはようございます。うわ、今日は特に暑いからねって。まだ大西はこの快適なお家から一歩も出てないから、分かんない。この後もう大西ちょっと配信したら出るんですけど、今日暑いの。マジか。サハラ砂漠に遊びに行くようなもんやって、汗吹き出すよって。今日そんな暑いの？マジ？え、やばいじゃん、やばいじゃん、やだやだやだ。今日大西いっぱい外歩くってか移動が多いよ今日。やだ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 よ。マジ？今日は暑さやばいで、マジきついな。さっき知っといてよかった、ありがとう。うわあ、涼しげエフェクトは涼しげなのにな。絶望なんやけど、マジ。月末ですねって。そうやで、もう月末やで。もう明日から7月やもん。明日から下半期やで。早いよね、時が過ぎるの。アイス食べたいって、大西昨日めっちゃアイス買ってきたの。そう、めっちゃ買ってきた。4個ぐらい買ってそう。いや、もっと買った、全然もっと買った。何買ったかな。まずサクレのレモンが2つあったのよ。てか2つもっとあってんけど、サクレのレモン2つまず買って、そうで、チョコのパリパリが入ったやつを1個買って、でチョコのパリパリ入ってるけど白いやつもう1個、なんか全体的にチョコのやつ、全体的に白いやつがあって、それ買って1本ずつで、あとピノは箱で買った。あれなかったわ、スイカバーのやつ。残念。サクレのレモンにコーラ入れて食べるとうまいよって。マジ最高やん、絶対美味しいやん。そんな
レモンが1枚入ってるやつって、そうアイスのストック充実じゃんって、そうなんか目と心を潤したかった。なんかアイスをめちゃめちゃ食べる人間ではそんなないねんけど、こう冷蔵庫をガッて開けた時にわっいっぱいあるっていうその感覚で目と心をそう癒したかったのよ。そうだから昨日はいっぱいアイス買っちゃった。ちょっとずつ食べていく。そう充実させておきたいよね。ガツンとみかんは昨日いたとこね、ガツンとみかんなかった。ガツンといちごやったらあったよそうそう、もちろんガツンとみかん食べたくてさ、見たけどなくていちごしかなかったからやめた。ガツンといちごなんてあるんだって。そうなのよ、今いちごもあるのよ。白クマが好きって、あら白クマちょっと苦手なんですよね。そう白クマさん、入ってるんだけど、なんかいろいろ乗っかってるやん。そうなのよ、なんかシンプルが好きでね、大西多分。そうあまりいっぱいこう乗っかりすぎてたらちょっとねびっくりしちゃう、口の中。そうアイスのつもりで食べてんのになんか違うもんが入ってきたらなんかびっくりする。そうそうなのよ。アイスに限らずあんまいろいろ乗っかってない方が好き。なんか別々に食べるんやったらいいねんけどさ、炊き込みご飯はって、ご飯はねいいの、なんだろう難しいな。炊き込みご飯は炊き込みご飯っていうジャンルがあるのよ自分の中で。そう炊き込みご飯は大好き。そう例えばそれこそ炊き込みご飯の上になんかいろんなもんが乗っかってたらやだそうそれと一緒、なんかそう炊き込みご飯は炊き込みご飯やからいいねんな。でもその炊き込みご飯の上になんかいろんな、なんか揚げ豆腐とかなんかいろんなもんが乗っかってたらそれは白クマと一緒の原理になるのどう分かる、分からんか。そうそう そうなのよ。こういうとこ多分 B 型やねんやろな、なんか変なこういうのがあんねんな。たくさん乗った海鮮丼は、海鮮丼は海鮮丼っていうジャンルがあるのよ海鮮丼は海鮮丼っていうジャンルがあって、海鮮丼の上にいろんなものが乗ってたら無理そう白クマのアイスってさ、下にアイスがあんねやんな、
そのアイスの部分と海鮮丼は一緒。嘘そう難しいな。理解してくれやで全然大丈夫。そう、いやめちゃくちゃ分かりやすいだ、マジでめっちゃ共感してくれてる子がいるよ最高やん、ありがとう。そしたらチーズ牛丼はダメじゃんって。違うの、チーズ牛丼はチーズ牛丼っていうジャンルがこれもう永遠にこれよ。そうそうなの、永遠にこれになっちゃう。カツカレーとかはあって、あーあー、いや、うーん、なんだろうね。難しいな、難しいな、なんかカツカレーというジャンルって、そうやな、カツカレーはカツカレーっていうジャンルやねん。でもそこまで俺でもカツカレー好きじゃないから、まあ、うーんってなったけど、なんやろうな、もしご飯で苦手ってなんやろ。まあ、トマト系は全般無理なんやけど、その理論だと白クマに他のものが乗ってたらアウトなのではって。違うの、白クマは違うのよ。シロクマはアイス、そう、大西はアイスで食べてる。そう、大西が主としてるものがシロクマさんじゃなくてアイスなのそうだからアイスとして食べてるから上にいっぱい乗っかっちゃってるからびっくりしちゃう。そう、なんちゃら丼とかそういうのはお米を主体にして食べてるわけじゃないからさ、お米とそのおかずとしてさ食べてるから、それはそのもの全部なのよ。そう、そうなのよ。ちょっとわかりやすくなったって。あ、本当に？嘘、そんな感じ。なんだろうね、まあでもこう、そうなのよあ、ワッフルとかパンケーキの上にアイスとか乗っかってるの無理って。あーあーよ、なんかめちゃめちゃごちゃごちゃなのは嫌やけど、例えばさ、チョコバナナパンケーキみたいになるじゃん、あれは好きそれで言ったらパフェはあんま好きじゃないな。そう、生クリーム、アイス、うんしは結構チョコバナナ系のやつ食べるときは頼むんやけどさ、いっちゃん最後にあのシャカシャカが来るのがびっくり。そう、フレーク、そう、びっくりしちゃう。今まで柔らかいものだったのに、
急に硬いものが来る。そう、そうね。ケーキにフルーツ入ってるのは OK って。あ、私フルーツケーキ苦手。いや、食べろって言われたら食べるけど自分では買わない。だからショートケーキもあんま食べないんですよ。チョコケーキしか食べないんですよ。そう、食べろって言われたら食べるけどっていうぐらいの。フルーツサンドは、うん、美味しいよね。そう、いただくこととかもフルーツサンド多いんですけど、うん、でも自分では買わんかなっていう。そう、全部食べれるのよ。そのショートケーキとかも、それこそ白熊さんとかも別に食べれるのよ。食べれるけど全部自分じゃ買わへんかなっていう感じ。別にね、食わず嫌いとかでもないのよ。全部食べたことあるしっていう。そうそう、でも誕生日には欲しくなるのかなって。ケーキ、もうね、自分では買わへんけど、うん、私フルーツ買うよ。時間大丈夫かな。ありがとう。ちょっと余裕持って終わっとくか。じゃあちょっと今日はこの辺で終わっておきたいと思います。じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が MM ルールズアットマーク東京ドーム22,000円のスタンド席さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がタカヒロアットマークオメグ魂さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がリピピーさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が翼アットマーク、元カレです、再販支払い期限本日までさん、ありがとうございます。イエイ。えらいこっちゃみんな一言。そして8位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がルーさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が大西かきアットマーク大西軍アットマーク気をつけていってらっしゃいさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がふうわちゃん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がいちよし ABS さん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。みんな、ちょっと大西の口から言うのはちょっとあれだけど、今日あれだって、今日あれらしいよ。今日はあれはあれしないとあれできないって。だから多分今日までにあれをあれしといた方が、まあ7月8月とかまあ9月とかなんかあれできる、お話とか
気をしとかないとあれかもしれないね。うんかもしれないね。ぜひぜひお忘れなくよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では行ってきます。じゃあね、ありがとうございました。バイバーイ。行ってきます。熱中症に気をつけるんだよ。